あ、先輩、待ってましたよ。急に呼び出してごめんなさい。あんまり人に見られたくなかったので。今日は先輩と話したいことがありまして。先輩？先輩、部長と付き合ってますよね。僕、見ちゃったんですよ。仕事の帰り、部長と先輩が手つないで一緒に帰ってるところ。しかも、別れ際キスまでしてましたよね。え？なんで知ってるのって？そりゃ知ってますよ。だって僕、ずっと先輩のことをつけてましたもん。もちろん、先輩の家も知ってますよ。なんでって、先輩を愛してるからですよ。誰よりも僕が一番先輩が好きだから。なんで怯えてるんですか？僕から逃げないでくださいよ。あ、ちょっと。捕まえた。逃げちゃダメじゃないですか、先輩。ねえ、先輩。部長とはどこまでしたんですか？キスと手つなぎ以外に何したんですか？ねえ、先輩。僕が見えないところで部長と何したの？ダメだよ。暴れても話さないよ。僕ね、ずっと先輩好きだったんですよ。先輩が部長と付き合うずっと前から、ずっと、なのに、なんで僕じゃないの？僕じゃダメなの？怖い？僕が？なんで？だって、僕は先輩が大好きなだけだよ。先輩のためなら、命だって惜しくないよ。そんなに怖がられると、僕、傷つくよ。大好きなのに、こんなに愛してるのに、先輩は他の人と付き合って、僕がどれだけ愛してるか。僕、先輩が欲しい。抵抗しないで。お願い。先輩の全部を知りたい。先輩の全部が欲しい。先輩、僕に先輩の全部見せて。全部僕のものになって。僕には先輩しかいないんです。先輩しか僕は愛することができない。これからも。だから、もし先輩から断られたら、僕、きっと壊れちゃう。先輩、僕のものになってくれませんか？やった。今日から、先輩は僕のもの。あ、そうだ。僕のってわかるように。印つけときますね。ちゃんと見えるところにつけとかないと、誰も気づかないですからね。もっとつけなきゃ。
きり残った僕の先輩の出来上がり先輩、ずっと愛してますよ。動画見てくれてありがとう。 ASMR 動画は毎週金土日曜日に投稿しています。気に入ってくれたらチャンネル登録してまた聞きに来てね。バイバイ。